めっちゃ釣りマヨに見えない、なんか無事に釣ってないのに。今日はお話と女の子向け配信だから全部持ってきたよ、女の子のために。うわ待って、あれだけ忘れた、なんだっけ猫も来ます、猫も来る、猫の日だから。でもちょっと後から来る猫は、ね、猫呼び、猫呼び。待って、めっちゃね、めっちゃ急いでたの。ちょっとさっきまで外にいて遅刻しそうだった。ちょっと髪の毛が湿気でボハボハすぎるから、あの大好きなプロダクトをこれくらい爪に取って、ちょっと少ないですね、これは前髪ぐらいです。ちょっと今から後ろの髪の毛につけるので、まあこれくらいですかね。取ります。ちょっと手で温めます。こうやってで、こう巻いてる時はこうです、クシュクシュする、こうですよ皆さん、こうです、こう、わかりましたか、こうこうです。巻きが取れないようにも揉み込みましょう、わかりました。ほらどう、ちょっと湿気に勝ちに負けやすいんですね、私髪の毛が。まあ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 許容範囲だと思います。何これ、あ、なくなっちゃった。何これなんかショールームってすごいね、いろんなのが出てくる。ちょっとこっちの後ろは今日は流したいと思います。こっちにこんな感じでいかがですか、今日は大人っぽい感じで。こうした方がいいかな、いやこうしよう。待って、一生始まんないんだけど、待って、ごめんね、一生始まりません、一生始まりません、もういいや、もういいですもういい、よーし、じゃあ今日も月一配信をやっていきましょうか。はい、それではですね、まあツアーのお話を今日はちょっとしたい、まあツアーというか呪ってのお話ですかね。呪ってとか、まあ最近だと何ですかね何ですかね、まあまあまあ、はい、アクスタね、私いつも同じポーズしかしてないなって思った、ごめんね、頑張る。そうだね、対面お話し会があったわ、2日間。この間のショールームからめっちゃ日にちが経ってる気がするんですが、ちょっとマジで暖房うるさいね、会えて嬉しかったよ。で嬉しかったですし、来月ツーショットでも会えるみたいで嬉しい、全部嬉しいです、ありがとう。あ、そう、スペイベもあった、今月は、あ、サイン会もあったし、スペイベもまだあるし、で次が武蔵野のツアー、武蔵野愛知のツアーが控えて、めっちゃみんなと会えるですよ、たくさん会えます、楽しみ。めっちゃ髪伸びたくない？伸ばしてるの今髪の毛、ツアーでヘアアレンジをするために髪の毛を伸ばしています。
だからツアーが終わったら髪を切ろうと思います。うん、イエイ、伸びたでしょ。髪の毛が、あ、そう、なんかね、あの、私が通っているところはリティの飛田さんにやっていただいてるんですけど、対面お話し会でその飛田さんのところに行って、高松ひとみちゃんにしてくださいって、なんか何人かね来てくれたの。その高松ひとみちゃんにしてくださいって飛田さんのとこ行ってきたよって子がなんか来て、たくさんで、めっちゃ嬉しくって。で、飛田さんも最近あのインスタのストーリーとかに私のことをまとめてくださっていて、なんか全部飛田さんにお任せしてて、対面でもなんか、何色、ひとみちゃんそれ何色ですかって聞かれたりするんだけど、マジで分かんなくて、あ、お任せですって、お任せでって言ってるので、本当にそれだけがちょっとお教えできないから申し訳ないんですけど、多分ベージュになんかいつもグリーンがちょっと入ってるって言ってました。でも今回はツアーのお衣装に合わせてちょっとだけ紫が入ってるって言ってた記憶がちょっとだけあるから、まあこれも嘘かもしれないんですけど、ごめんなさいね。一旦ちょっとあの飛田さんに次もし行ったら聞いてみますね。あと、まつげパーマがノラアイラッシュの、あ、渋谷のノラアイラッシュの、あやかさんっていう、あやかさんにやってもらってるんですけど、あやかさんのまつパしてきたっていう子もいて、あ、一緒だねってすごい嬉しくなったよ。みんなおそろっちしてくれてありがとう。どちらもおすすめなので、はい、女子力高めていきましょうね。前髪が今伸びすぎてちょっと激しめに巻いてる今。どう？かわいい。あ、あと聞いて。パーソナルカラー診断に行ってきたの。パーソナルカラー診断と骨格診断で、私イエベ春だったのね。で、なんかまあ自分的にイエベ春だろうなって思ってて、で、だから最近こういう、これはあのプレゼントでいただいたんだけど、なんかこういう感じのお洋服を着ることが多く なりました。ファーストがイエベ春で、セカンドがブルベ冬でした。なんかスプリング×ウィンターっていう種類があるらしいんだけど、そのスプリングとスプリング×ウィンターってなんかどっちも所属しているみたいな、なんかそっちが強くて、ちょっと紙持ってくればよかったな、今日ここに置いてきちゃった。だからなんか基本的にイエベ春っぽい色が似合うんだけど、ブルベ冬っぽい要素も持っているので、そのリップだけが濃いとかがもう似合いますよって言われたから、じゃあリップ濃くしちゃおうみたいな感じ。そう、骨格はストレートです。分かってました、最初から。私はドストレートの女なので骨格ストレートです。はい、骨格ストレート女ですえ、一緒？全部一緒？そう、ストレート、ま、私ストレートだろうなって思ってたくない？みんな私ストレートって思うよね、多分。私も自分ストレートだと思ってた。だからね、頑張らなきゃいけないんですよ、ストレートの人は。一緒、あ、仲間だ。
あとこうラメとかキラキラが似合いますよって、ツヤとかが似合いますよって言われました。どこでやったの？あのめっちゃノイジョイちゃんたちがさ乗せてるじゃん、あそこでやりました。なんて言えばいいの。同じところで私もやらせていただきました。ずっと気になってたから楽しかった、めっちゃ。でそれで、あ、次これ買おうって、コスメとかがちょっとあって、いろいろ、そう、あ、なにこれ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 、え、待って。ねえねえねえ、もういいって、ねえ、もうええって、どんだけやんねん、もうええて、もうええて、どんだけやんねん、マジで、もうええて、もうええて。ありがとう、いっぱい。何個あんのこれ。おい、何個やんねん、何個やんねん、何回やるの。ありがとう、いっぱい。え、そんなに、ねえ、もういい。いっぱいありがとう。支配されちゃったから今、猫ちゃんに画面を。びっくりびっくり。え、何にもないのにしてる？恥ずかしい。やだ。私にはちゃんと表示されてたんだけど。やだ。何を話そうとしてた？みんな、自分で巻いてない。ヘアさん今日お仕事だったのでヘアさんがやってくれました。ありがとうございます。ネイルはしてないです。カラコンもしてないです。めっちゃ聞かれる最近、カラコンどこのって。対面で聞かれた。裸眼なんですけど、撮影の時はしてて、撮影というか MV なんで、ちょっと MV してて、ミュームのクラゲとルミエユーのアーモンドブラウンを使うことが多いですが、あんまりしてないですね。対面の時もカラコンしてないですね。基本 MV 以外でカラコンしないかも。撮影とかちょっとね、裸眼なんで普段目がめっちゃいいので、カラコンに慣れてない、コンタクトに慣れてない。爪もスズメです。スズメです。爪が息してないのがちょっと嫌いで、ネイルはしてないです。でもね、最近はちょっと待って、これ話すのやめよう、今度話すわ、この話温めとこうっと。あ、そう、ボートレース見てくれましたか？今日のボートレース琵琶湖さんでの動画、ちゃんとお仕事で行ってきたので、皆さん見てください。絶対絶対絶対見てくださいね、お願いします。今回の琵琶湖さんだけポイント制でしたね。ちょっとね、ポイントっていうの慣れてないので、ちょっと何回か円って言っちゃってたんですけど、ポイント、ポイントです。円ってめっちゃ言ってたよね。自分で見てて思った、円って言ってるって。そう、今絶賛、はい、レディースオールスター中なので、
頑張りましょう。カレーはマイカとカレーとうどんを分け合いっこして2人で食べたんだけど、ちょっと私が食べ過ぎちゃったかもしれない。あ、また来た。また来た。ガオ。なんかめっちゃカレーが美味しくって、エビフライの尻尾まで食べる派なんですよ私。え、食べない普通？どう？エビフライの尻尾って普通食べませんか？私食べたんよ。したら、え？食べない？バクバク食べました。食べないか。え、ね、めちゃめちゃでっかいエビフライの尻尾だったらちょっと食べないんだけど、ビナちゃんカレーはね、なんか本当にまあ全部でこれぐらいだったの。こっからここまで全部でね、全部でだから尻尾がこれくらいしかなくて食べちゃった。だからお皿に何も残ってない状態。だからボートレース琵琶湖さんでみなちゃんカレーを食べるときは多分尻尾まで食べた方が美味しいと思います。そう、美味しかったよ。美味しかった。うん、あとはね、話止まるんだけどこれ。あとはあ来たかも。ちょっとね、猫を連れてきてって言ってあるんですよ。猫を連れてきてって言ってあるから、多分これから猫が来ると思います。今日は猫の日だからなんだけど、今日ねちょっと私のミスでガッちゃんとクーちゃんのお昼ご飯をあげてない、あげられなかったんですよ。毎日絶対、まあげられるようにしてあるんだけど、猫の日の今日に限ってやばっ、お昼やばいやばいってなって。私もさっき帰ってきたので謝りました、お二人さんに。だからさっき食べました。マジで謝った、土下座の勢い。ガッちゃんとクーちゃんごめんね、許してねっていう気持ち。今は寝てます、多分お腹いっぱいになったから。多分許してくれてる。まあまあ、もうすぐ来ることでしょう。みんなの猫ちゃん送ってくれてありがとうございます。かわいいみんなの猫ちゃん。そうさ、猫ミームってなんかちょっといまいちよく分かってなくって、なんか別に猫ミーム調べてみたけど今に始まったことじゃなくない？なんかもともと流行ってたよね。なんで今さそんななの？なんかめっちゃ前からあれ見たことあるんだけど、でなんか猫ミームやってって言われて、私の中の猫ミームってすっごいおデブちゃんな猫がなんかこうやって上下に揺らされてるあれだと思ってたから、対面で猫ミームやってって言われたらこうやって揺れたんだけど、違うって言われて、違うって何じゃあ何みたいな、猫ミームって何わかんないよみたいな、猫ミムなんて知らないよ
についていけてない女って知ってるでしょ私が。何でチピチピって、何それみたいな知らないって、許して本当に知らないよ急に言われても。だから私が悪い、私が悪いけど、私に TikTok のその今流行ってるやつ期待しないで、本当に知らない、チピチピチャパチャパ知らないって、知ってる体で来ないでほんまに知らない、あのおデブちゃんが揺れてるやつしか知らないってふ私は JK じゃないんですよ、分かってますかほんまに。誰もが知ってると思わないでください頼みましたよ知らん、知らんしあ、でもそう TikTok 載せたの、あのね、その G アイドルさんめっちゃ好きで、今もうマジで好きで、アイドル大好き、かっこいい。なんかね、あのね、あれだったのよ、イコラフの3人なんだけど、いおり、キアラ、私、イコラフの日が3人が一番早い入りで撮影してて、その3人がさらにラジオしてみたいな感じで、その3人の撮影が終わってラジオまでの時間が長かったのね。だからなんか TikTok 撮ろうよみたいになって、えっ、私アイドルさんのスーパーレディ今大好きだよって言ったら、キアラがそれ知ってるって言ってくれて、あっ、じゃあそれ撮ろうってなって、でも待って、この服じゃダサいよねみたいになってじゃあノロノロの衣装着てる時やろっかみたいになって、そうで撮りました。そうなんかね、最近はなんか誰が言い出すとかじゃなくて、なんか結構 TikTok をみんなで頑張ってるから、みんなみんな、いやこれやろうみたいな、あれやろうみたいな、全員で言い合ってる。そうめっちゃ好き今アイドルさん。てんてんてんてれてんてんてれ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 なんとせ、これノロノロポーズ、呪いポーズです。あーね、沼でマイラバーね、知ってますよ。今流行ってるのはその沼でマイラバーさん沼でマイラバーさんとこれ最上級に可愛いのってやつでしょ。そこまでは知ってます、そこまでは知ってる、そこまでは知っているけど、まあそれ担当ではありません、私は、はい、来ないな猫たちが。
なんかお話し会で TikTok これやってくださいって何個か言われてメモしてあるんだけど、あ、来た。来てない。寝てるのかな。来た音がしたけど来てない。ちょっと待ってくださいね。今は猫たちを待つ時間ですなんやそれ猫の日だからやっぱり美味しいものをあげたいなと思って、今日は新しくおやつを開けたいと思います。ちょっと早く、早く、あ、早く早く来た。いいよ、ちょうだい。え、ちょっと喋んないでください。あれこんなのもらえるの。警戒してこないらしいです。え、来たうわ、すごい匂い。私こないだもこれあげてなかったフリーズドライのホタテね、こないだもこれあげたよね確か。はい、どうぞ。はい、どうぞ、いらっしゃいませ。じゃ一人ずつ紹介していきたいと思います。はい、まずガチャンです。んな、重いなー。何がっちゃ、うん、こんばんは、ガチャンです。くん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 。はい、ありがとう。はい、次。はい、続きまして、はい、くーちゃんです。はい、くーちゃん、こっちだよ。はい、くーちゃん、0歳です。赤ちゃんです。はいはいはい、すごい、すっごい猫の毛ついた。当たり前。よし、年功序列なんでガッちゃんからいきます。あんた噛んだ今。痛っ。はい、くーちゃん、くーちゃんです。ねえ、かわいい。もう一個食べる。くーちゃんはね、大きいと食べれないんですよね。はい、はい、こっち。はい、ASMR すっごいホタテの匂いがします。はい、くーちゃん、やばい、ちょっと待って。
くーちゃん、こっち。ちょ、本当にくーちゃん食べるの遅くて。はい、やっと食べました。噛むって約束してください。ちゃんと噛むって約束してください。お兄さん、噛んでくださいよ。わかりましたか。こっちからも、こっちからも手が出てくる。はい、どうぞ。はい、ラスト。おしまい。どうだった？終わり。でかいでしょ。あ、でもこれ私の膝に手を置いてる。ねえ、私のズボンホタテのカスだらけなんだけど。ねえ、どうしてくれんの？私のズボンホタテのカスだらけ。舐めないでください。すごい、ホタテのカスだらけ。ホタテのカスだらけすぎ。レイディー、レイディー、コミスーパーレイディー。あたしはスーパーレディーよ。レイディー、レイディー、コミスーパーレイディー。はい、はい、こっちの人、最後挨拶してください。みんなにバイバイって。はい、なんでいつもショールームの時こんなにさ、ちょっとブチャイクなんだろうか。もっと可愛いのにね。おしゃべりですね。はい、終わりです。やばい、やばすぎる。猫の毛すぎ、怖い。出たがっているので出してあげますね。はい、いいよ、言って。ん、くーちゃん行かないの？くーちゃん行かないみたいです。行かないの？行けな。行ってや。はい、終わり。終わりです。猫の日。猫の日配信。終わり。めっちゃ猫の毛ついた、マジでやばい。とんでもないよ。よかったですか？ありがとう、よかった。Call me super lady, lady, lady.
当嬉しい。なんかこれさ、ちょっと下すぎない？なんか顔の下半分でかく見えるんだけど。よし、じゃあ私の最近使ってるあの女の子向け配信始めるね。まあって言っても別に何もあんま変わってないんだけど、あんま変わってないんだけれども、結構女の子からたくさんね質問、まあでも結構その対面でも今日リリベス使ってますみたいな方が多くて、え、私もいつもリリベス使ってるよ。多くて嬉しい。なんか今日持ってきたのは今まであんま紹介してこなかったものたちを持ってきました。まず私が最近手に入れたこちら、パナソニックナノケアです。ストレートアイロンです。これはですね、もともとリファのストレートを使ってたんですけど、ちょっと寿命が来て結構長い間使ってたので壊れてしまって、何か新しいアイロンを買おうと思って、みんなでね、みんなにリプでたくさんご意見を求めて、1位はダントツキヌージョってやつでした。私も知ってるキヌージョ、すごいいいし、キヌージョにしよっかなって最初思いながら行ったのね、電気屋さんに。そしたらこれがなんか大々的に売られてて、しかもパナソニックのストレートアイロンなんてあるんだみたいな感じ、まあ、家電といえばパナソニックみたいな感じじゃないですか。だから私ドライヤーも今あのパナソニックのやつを使ってるんだけど、絶対いいじゃんって思ってこれにしちゃった。これをおすすめしてくれてメンションしてくれた子もいて、でめっちゃ最悪なんですけど、なんかよくわかんないけど使って初日でなんか汚れがめちゃめちゃついたっていうめちゃめちゃ悲しいことが起きてるんですけれども、パナソニックです。ストレートアイロン買いました。これめっちゃいいです。ちなみに私髪の毛パッサパサなんだけど、あのアイロンしてないとね、元の髪の毛の水分量が少なくってパサつきやすいんだけど、もう一回通しただけでめっちゃじゃ一気になんかこう水分を持つというか、なんかストレートめっちゃ綺麗になるし、前髪もやりやすい。普通に前髪がやりやすい。髪でストレート、あ違う、コテ、いやすごい反射しそうで嫌なんだけど、これやだ、握りしめていくわ。コテはリファ、コテはリファです。安定に、もうこれはコテはもうリファ、もうこれ何ミリなんだろう、これなんか太い方、わかりません、太い方です。リファに細いも太いもあるかわからないけど太い方です。コテはリファで、これがリファ、全部リファ、基本もうリファ信者。これあのあれ、これこれあのこれなんて言うんだっけ、こういうのなんだっけ、なんて言うんだっけ、思い出せない、急に忘れた。コードレスアイロン、コードレスヘアアイロン、リファです。これはお姉ちゃんが買ってくれました。コードレスヘアアイロン欲しいって言ってたらお姉ちゃんが買ってくれました。ありがとう。そうタンプレです、タンプレ。
で、さっき紹介したプロダクトでしょ、髪の毛系いくね。で、ケープでしょ、黒ケープ。以上、髪の毛は。髪の毛は以上よ。で、私がツイッターで一回紹介したやつから全あかこれこれはあのヘアメイクさんに巻いてもらったからめちゃめちゃうまいです。はい、あの自分で髪の毛は巻けません。ちなみに私はあの自分で髪の毛を巻くことができません。ヘアメイクさんに甘えて生きてきたので巻けません。あの時あのツイートから変わったことって別にないんだけど、あんまり、あのツイートで紹介してなかった部門やるね。まずこれ、なんでこれ紹介しなかったんだろう。私一番使ってるじゃんねえ、ほんまに。これごめんね、君ごめん。私が前髪に使ってたやつラネージュのリップスリーピングマスクを紹介してなかったです、ごめんなさい。あと最近めっちゃ使ってるのがこれのエチュードハウスプレイカラーアイシャドウクールステージ。え、汚いかも。わかる？え、汚いかな？これエチュードハウスさんからいただいたんですよ。めっちゃ可愛いと思って、エチュードクールステージめっちゃ使ってる。これ可愛い。最近アイシャドウはこれを使ってます。可愛いから、うん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 。あとこれね、ファンシーラー、もうなんかハゲすぎ&Bさんです。まああとは安定の子たちですね。シマリングとか、まあリリベスでしょ、あとあり、もうこれはあのもう使いすぎてあの空っぽです。新しいの買いました。あとなんか買った時についてきたアリーの、あの ミニバージョン、これめっちゃ便利。ミニバージョンありがとう。ミニバージョンついてて最高。あとこれ色変えました、ペリペラの。なんかさ、私が前その ツイートをまとめた時は01番か02番だったかな、売ってなくてね。だから03番のヘーゼルグレーってやつに変えました。ちょっともう売ってないから03番、もうなんか何色でもいいやって思って03番にした。何色でもいいです、正直。このペリペラのシェーディングがめっちゃいいから何色でもいいです。あとこれは今日買ってきたので今から開けたいと思います。今日お買い上げしてきました、ロージーローザの眉毛ブラシ。うわ、これロージーローザの眉毛ブラシ。眉毛ブラシはもうこれ一択。あとこれも色が変えた、ピンクブラウンがもう売ってなさすぎて色を変えてアッシュブラウンにしました。アッシュブラウンを使ってる。あと眉毛がなんだっけ、シッピシッピの眉毛が使い切っちゃってなくなっちゃったので、あ、猫が来た。ふーちゃん、声でか、クーちゃん来た。クーちゃん、クーちゃんおいで。クーちゃん来た。ク
ーちゃん聞いたん？なんで聞いたん？ホタテ食べる。ん？うん、ホタテかも、これホタテ。ふーちゃん、ホタテ、これホタテ見て、ホタテ、ホタテ、うん、ホタテ。これにしました。最近シピシピのがなくなっちゃったからキャンディードールの使ってるけど、眉毛はぶっちゃけ何でもいい、全部いい、全てがいい、どこのメーカーさんもいいです。あとマスカラをね、あのツイートで紹介してなかったんですけど、もうこれしか使えません。ウォンジョンヨのヌードアイラッシュ02番シアーブラウン、これをストックで3本ぐらい買ってあります。なんかね、めっちゃいいんだけど、なんかこれついてんのかついてないのかわかんないみたいな時期がたまに急に来るので、ストックが必須、ストックが必須になります。はい、もう最近これ使って、はっ、いいって。だからマスカラ下地がいらないから、もうこれ1個でツアーとか乗り切ってます。そう、めっちゃいいでしょこれ、最高。まつげ美容液は使ってないですね。使ったことないかも、まつげ美容液。あと最近これ D アップの、これあ、なんか基本ライブの時はこれなんだけど、ライブの時以外だとちょっと濃すぎるので紹介したやつね。最近普段使いは D アップのちっちゃ、え、ちょっと待って、目いい？私でも見えないんだけど、ピント合わせるのめっちゃ大変、びっくりした。これうわー見えないよ。これねえねえくーちゃん、どうする？うん、返事してくれたよ、返事してくれたシルキーリキッドアイライナー WP シフォンブラウン、シフォンブラウン、すっごい薄い色でちょうどいいです。シフォンブラウン、シフォンブラウン、覚えて、シフォンブラウン。あとボリカ、ボリカさんのベビーピンク、これも いただきました。ラメめっちゃ可愛い。でもこれはツアーとかコンサートの時しかつけないです、基本。可愛い。あとあのツイートで載せたやつ以外は何も変わってないですね。ねえ、どっちなの？出るの？出ないの？ほんまにあなたは行くの？行きません。なんやねん。あとはなんだろう、あ、これ？これ最近お気に入り、ディオールアディクトリップグローオイル012ローズウッド。これね、めっちゃ前にサナがタンプレでくれて、でその時良すぎて使い切ったんだよね。でその時もう一回買って、でも全然使ってなかったの、自分で買ってから。なんか新しい、その時多分ちょうど新しいリップオイルに出会って、だけど今また自分の中で流行ってます。かわいいよね、めっちゃね。なんか基本的にそのバズる前もコスメはこう定期的に見てたりして、あとこうなんかいただいてたりして、うわっこんなのもあるんだみたいな。それこそリリーミューとかさ、なんかありがたく
使わせていただいてたんですけど、最近は自分でも調べて気になったら買うようにしています。うん、あんま変わってないかも、そんな感じ。あと気になることといえば、なんだろうか、前髪の巻き方さ、教えるって言ったよね、この間。全然巻いてあるわ、全然巻いてある、ごめんね。ずっと食う、あくびしてる、あくびしてる、あくびしてるの、あくびしてるにゃ。眉毛のアートメイクどこでしたっけ。思い出せません、思い出せません。指原さんのフォロー欄から行きました。なんだっけ、あ、化粧水ね、無印です、全部導入美容液、化粧水、美容液、アイクリーム、乳液です。美容液はぶっちゃけ何でもよくて、今はあの魔女工房みたいなところ、魔女工房だよね、くーちゃんの美容液使ってて、無印の高保湿、冬は高保湿を使ってます。私は最近あんまり肌荒れしにくいんだけど、あのパックをしないんですね。パックをするとめっちゃ肌荒れるんで、パックしないようにしてて、なんかよっぽどこうやばいメイクしたまま寝ちゃ、まあ、ないんですけど、あんまりね、なんかよっぽどのことがない限りはパックはしないようにしてて、高保湿を使ってます。いや、さっぱりね使ったことないですね。しっとり使ったことあって、足りないなって思ったので高保湿しか使ってないです、はい、塗りたくります、もう本当にもう塗りたくる。なんかさ、導入美容液をまずするじゃん、したらそれが入り込むまで待つのよ、3分ぐらいで。化粧水ベチャってするじゃん、化粧水も浸透するのにめっちゃ時間かかるから、もうもちもちになるまで待つ、長いと5分ぐらい待つ。で美容液塗って、アイクリーム塗って、それも待つ、浸透するまで待つ、で乳液塗って終わり。乳液は別にもうその後何も塗らないから、待つ待たないとかないから、それは大丈夫。化粧水乳液は基本2回ずつぐらいやるかも。コットンは使わない、手でいきましょう、私はもう手で手でいきます。なんかマジで待たないと何も浸透してないの、表面に残ってるだけで。もう待つのが一番大事だと思う、本当に。なんかさ、化粧水を素手で感じるまま乳液塗ってもさ、乳液がただその化粧水の上で泳いでるだけなのよ全然多分こっちもこっちに残ってるの、全然。だからもう意味がないから、頑張って待つようにしています。香水はブルーミングブーケ、ディオールのブルーミングブーケを使っていたんですが、最近あのマネージャーさん、元マネージャーさんからいただいたコスメデコルテの香水を使ってて、もう最近はそれをずっと使ってます。コスデコめっちゃいい匂いする。かな
この前のスペイベ、あれは網たらし、網たらしです。え、コスデコどのやつ、え、わかんない、コスデコの香水の種類わかんない。わかりません。何色のリボン、何色のリボン、何色のリボン、ピンク、ピンクかも、ピンクです、ピンク。着物ゆいって何、薄ピンク。みんなで頑張って当ててみて、私のコスデコの香水が何の香りなのか。わかんない、え、薄ピンク、濃いピンク、やばいやばい、わかんない。持ってこようかな、じゃあ持ってくるね。じゃあちょっと待っててくんない、そしたら持ってくるからさ、ね、持ってくる、ちょっと待ってて。そう、ついでにあのパーソナルカラー診断のやつも持ってくるわ、ちょっと待ってて。今日はちゃんとあの下パンツ履いてるから見て、ズボン履いてる。あの止まらないようにコメント欄だけ動かしといてくださいね、よろしく。ひとみちゃんは今香水を取りに行っていますってコメントしといて。よいしょ。あ、待って、ホタテが落ちてる、びっくりした、ホタテが落ちている。ホタテが、だいぶホタテが落ちている。よいしょ。これはファンの方からいただいた、もうずっとつけてる、これなんだっけ、どこだっけ、ハーリップトゥーだった気がします、多分。ありがとう、使いやすい。もうちょっと紹介する意味もないぐらい、もう何なんかあんま入ってないんだけど、あのこれがブルーミングブーケですね。もう入ってないです、ほぼ。もう使い切る、新しいの買わなきゃ。あと香水がこれ、当ててみて。何、着物ゆいオートトワレ、着物ゆいオードトワレです。いい香り、これを使ってるよ。でも気分によって変えてるかも、なんか今日はコスデコ、今日はブルーミングブーケみたいな感じでたまに変えてる。であとヘアオイル持ってきた、みんなのために。ツーウェイヘカドレ、すっごい汚くて見せられない、ちょっと蓋を外すね、汚すぎるから。え、入ってないんだけど、ねえ、もうなくなる、あと1週間ぐらいしたらもうない。これめっちゃいいよ、カドレツーウェイヘアオイル、これいいです。もうありません、新しいのを買わなければいけません。
です。あと持ってきました、パーソナルカラー診断のやつ、これです。これスプリングウィンターってやつ、私これをもらいました。あとスプリング、スプリング、スプリングです。ストレートですってな感じです。いかがですか、今日の配信はためになっているでしょうか。化粧落としはビオデルマ、ビオデルマです。拭き取り化粧水っていうのかな、ビオデルマなんだけど、なんかぶっちゃけ何でもよくて、別に化粧落とし、なんかこうお風呂に入る前に落とさなきゃいけないというか、そのお風呂場で今までバームとか使って落としてたんだけど、クレンジングオイル、クレンジングミルク、クレンジングバーム、なんかそのめんどくさって思って、なんかこうやって洗い流すみたいな作業がめんどくさって思って、めんどくさすぎてビオデルマにした。拭き取り化粧水でいいやって感じ。拭き取り化粧水だったらもう拭き取って終わり見たから、なんかこの落として洗うのめんどくさーってなったから無理です。はい、ビオデルマです。ビオデルマしか勝ちません。ちょうど今コロコロ持ってきたからコロコロしいよ、何でも答えるよ、何でも答えるアイドル。これもね、このコロコロもめっちゃ前にファンの方からいただいて、めっちゃ便利なんだけど、本当に猫飼い始めてすぐぐらいに送ってくださった方がいて、これよく外れるのよ、なんかマジで感謝しています。これずっと自分でリピ買いしてる。なんか詰め替えできるのよ中身。ドライヤーはパナソニックです。パナソニックのいいやつを使っています。もう髪の毛が、やばすぎて、ちょっといいやつを買ってもらいました。リップはマジでラカのキャンディットしか使ってないですね。本当にラカのキャンディットしか持ってないですし、使ってないです。わあ、ニキビができたら、これはもう本当にスピリチュアル的な話になってくるんですけれども、このニキビが大きくなりませんようにとお願いしますこれマジでマジでほんまに、こう脳に伝達してあげることが大事なの。このニキビはもうこれ以上大きくならないと思います、このニキビはそろそろ治ってくる頃かなと思いますって、本当にこう脳を刺激する。そしたらね、あのほんまに、なんかニキビパッチとか貼ってた時期もあったんだけど、なんかもう変わらん、もう貼っても貼らなくても。もうだから、あとこうちょっとそこだけ乳液多めに塗ってみたりするちょっとそこだけ洗顔なんかこう多めにやって、乳液多めに塗ってあげたりするなんかもう何も変わらん別に。もうできちゃったらできちゃったで、もう
待つしかないっすね。マジでマジで待つしかない、本当に。まあ、だから諦めてるってことです、自分的に。はい、もうできたらその子と共に生きる準備をしていきましょう。いいんです、私の体なんだから。それニキビだってできますよ、ニキビも認めてあげてください。一旦諦める。でも本当に本当に私を、まあ、結構昔から見てくれてる人はちょっと思うかもしれないんですけど、結構ニキビ肌でもうこことかねすごかったんですよ。そう、グルテンフリーとかやってみたんだけど私には合わなくて、グルテンフリーは。そうだから、なんであんなに逆にひどかったんだろうって思うぐらい、なんかそっとしといてあげる、内側から。なんか外からじゃダメでした、私は内側から直していく方法。もうまとめたいな今度。でもこれはちょっとここでは語りきれないので、わかんないので、機会があればイコノイジョイチャンネルか何かでやりたいですね。はい、ツヤツヤだったでしょ。ツヤツヤだった理由はあのこれ、クラランスのこれ。まあもうさ、もう使いすぎてすぐなくなっちゃうの。たい、じゃあ5分前でーすって言われたらってやっていく。なんか基本私はファンデーションした後にクラランスのフィックスメイクアップをもう絶対につけるんですけど、もうその後お化粧乾燥したりして時間が経ったら結構乾燥してくるので、もうピュッピュッピュッってやってこのままでいきます。ティッシュオフはしない。ティッシュオフはしたことない。ティッシュオフをしないです。もうこのまま浸透するのを待つ。え、贅沢でしょ、贅沢使いしてるよね多分。わかんの、慣れちゃったこれに。そう、結構これで一気にツヤが、ツヤというかまあ普通に水分を与えてるだけなんだけど、こういう感じでなります。まあクラランスなのでね、ちょっとお高いんですけれども、こうキープミスト界では1位だと思っています。神です、個人的な意見です。米印、個人的な意見です。てな感じです。てな感じです。そう、かわいいでしょ、かわいいでしょ。こう今期、あ、前回のね大病院選挙は見ました。前回の大病院、大病院選挙じゃないや、新空港選挙、あの対面の日が1日目が終わった夜に見てました。ちょ、話が進みすぎて何が何だか分かんなかったんですけど面白かったです。それ以外ドラマ本当に見てなくて感じ。パウダーはしてる。でもパウダーは何でもよくって、つけすぎない程度に。
パウダーはしてます。すごい、もう香水の香りが。ハンドクリームね、ハンドクリームもコロコロ買えるんですけれども、出てこい、あった、今もうないのよ。でも次のやつ下にある。 No ハンドクリーム、 No ハンドクリーム、 A です。ハンドクリームをつける女になりましたよ私も。でもこれはあのお友達からもらったの。お友達からもらってて使って、で次何使おうかなって思ってたら、あのとてもいいハンドクリームをいただいたので、次はそれを使おうと思います。そうですね、なんか何でも使い切ってから次に進むかもしれないです。私あの結構ケチなので、なんか途中で何かこれをやめて何かを使うみたいなことはないです。はい、使い切り女です。はい、使い切ってから次に進みます。はい、こうやってやるとね、血流が良くなって、 爪の血流が良くなって伸びるんだって。でもおすすめのハンドクリームブランドある、私が次使うやつ、はあ、忘れた。なんかさ、私最近ショールームで忘れたしか言ってなくない？ノイロクリームだ、ノイロクリーム、ノイロクリーム、ノイロ、ノイロ、ノイロハンドクリーム、ナイロっていうブランド。ちょっとハンドクリームにしては高いのかな、わかんないけど、めっちゃ良くて超保湿されていい匂いなの。だから私は今ノイロクリームがあって、ストックしてあって、それを使います。私もねノイロ最近初めて聞いた、めっちゃいいです。でも潤う、花粉は余裕です。なんかもともと私花粉症なんだけど、なんか治ったかも花粉症。なんか今年何も感じないです。うん、そう、薬用リップは使ってないです。ラネージュのリップスリーピングマスクしか使ってないですね。はい、カラオケしようかなって思ってイヤホン持ってきたよ今日。アクセサリーはどっちも好き。でもイエベハルって言われてからゴールドというかピンクゴールドみたいなのをつけたいなと思っています。はい、最近よく着る服のブランド、自分であんまお洋服を買わないので、はい、本当にプレゼントで生きています。ありがとうございます。ありがとうございます。これはちなみにいただいたものなんですけど、ヘザーでした。めっちゃ可愛いヘザーのトップス。そう、でもあんまりワンピースを着る、普段の私生活でワンピースを着ることが少なくなって、
トップスとパンツとかトップスとスカートとかセパレートすることが多くなったかも、ここ最近は。あとスウェットとか着るようになりましたね、普段から。うん、シャンプーは分かりません、なんか気にして使ってないです、シャンプーは。なんだっけ、忘れた。なんでもいい。ウルリスは使い切っちゃった、全部ウルリスいっぱいもらって2種類ぐらい、あのでっかいやつであったんだけど、もう勢い良すぎてちょっとウルリス使いすぎた、本当に。いただくんですよね、シャンプーも他のブランドさんとかからも、なんかコロコロ変えてる。あ、でもね、なんだっけ、めっちゃプレゼントっていうのは、その知り合いからもらってよかったプレゼント、シャンプーあったのよ。私一回言わなかったっけ、あの赤いボトルのさ、赤いボトルのさ、あの有名なやつ、あれめっちゃいい。大雑把すぎ、ウケる。思い出せませんから期待しないでください。なんかちょっと高いやつ。いいえ、椿、まあ、椿もいいよね。変えた方がいいんだ。椿じゃないよ、高い、ちょっとお高めのやつ。私なんか言ったことある気がする、うん、王子はじゃない、なんか そこまで有名じゃない、そんな有名どころじゃない、なんか美容赤の人とかが載せてそうなブランド。なんだっけ、忘れちゃった。あ、ん、それだ、え、すごい。なんで、怖いんだけど、何してんの、それそれそれ、え、すごい、これ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 、アンククロス、え、ねえ、すごいんだけど、めっちゃ前だよね、チナチナ、私このシャンプーの話したのめっちゃ前じゃない、この人のコメントのやつ、え、やばいんだけど。ねえ、全部教えてくれたよ今のコメントで、アンククロスのシンデレラサボン、ねえねえ、やばいんだけど。ねえ、だから手震えてきた。2021 5月4だって、2年前じゃん。ん ?2 年前 ?3 年前 ?3 年前の話だよ。ねえ、怖い。怖くはないけど怖い。すごいね。ありがとう。アンククロスのシンデレラサボン。めっちゃ良かった、そのシャンプー。なんかすごい人がいるもんだ。ね。すごい人がいるもんだ。すごいね、これからも頼みましたよ。やばくない？すごいんだけど。なんか全部紹介したんじゃね、今私全部紹介したかも。どう？ありがとう。ピアスは今3つ開いてます。左に2個と右に1個です。マツパしてます。マツパをしなきゃいけれません、もうマジで。このビューラーをする時間が省かれるというのと、
あのまつげが落ちてこないっていうのでもう絶対まつパをしています。はい、髪の毛は基本このままでいこうかなと思います。ディオールのリップは重ね付け、キャンラカ塗ってディオールのリップを最近は塗っています。マツパはそうですね、あ、眉毛アートね、ね、今度教える。 OK、 ちょい待ち、ちょい待っててな。あのね、教える。うん、待ってて、今度絶対教える。ボートレース琵琶湖さんのボート、あ、ありがとうございます、見ていただいて嬉しいです。私も眉毛アートリタッチしに行こうかな。もう2年やってるからもうハゲてきちゃった。2、3年持つって言ってて、でも全然自分が思ってたよりも持ちが良すぎてもう最高。そういい感じ。うん、琵琶湖の優勝戦もちろんやります。コンシーラーは使ってます。アンドビー使ってるんだけど、なんかクマなんかつけるじゃん。つけたらなんかここには私あんま塗らなくって、口角こことここ、マジでさ、お化粧ってさ、なんかお絵かきだよね本当に。ここに塗る、ここ あとそうだ、ずっと言おうと思ってた、あれ言ったっけ、あれ言ったことあるかも、ここに、あ、言ったことあるわ、ここにこうやってやるやつ、ここに影入れん、でここにハイライトを入れると唇がこうやってなる、こうやってここに影ができてこうやって上がってるように、でここが短く見えます。めっちゃいいですよこれ、おすすめ。そう、アムちゃん、私がねこれアムちゃんに教えてもらったの。キュルリンってしてみてさん大好きで、逃げ水アムちゃんが大好きなんですけど、アムちゃんがエールライブっていうライブ配信、ショールームみたいな感じでライブ配信をしてて、でアムちゃんが告知してて、えっアムちゃんライブ配信するんだって思って見に行ったのね。そしたらアムちゃんがなんかペッ、なんかここにこうやってやってて、思わずコメントしちゃって、あ、もちろん高松ひとみでは言ってないよ、全然違うお名前で言ったんだけど、アムちゃんこれ何してるんですかって言ったら、なんかアイブロウとかでここに影を入れて描いてるよって言ってて、教えてくれてありがとうございますってコメントして、それからやってます。だからこれ、あ、アムちゃんです、アムちゃんから教えてもらいました。めっちゃ私エールライブコメントしたり、あのこんにちは投げたりハートを投げたりしてる。こうやってで、アムちゃんはここに影を入れるんだけど、私はさらにその影を入れたところにハイライトでここに光を入れる、ここ
もう完璧じゃん、完璧唇、もう上がってるように。はい、そうです、コメントだって気になったんだもん、気になったの、それ何してるのって気になったの、だからコメントしちゃった。そう、でも緊張してそれ以降あんまりコメントはできてない、こうハートとか投げるだけ。なんかエールライブってレベルが表示されるんですよ、だから私のレベルが低すぎて、なんかみんながもっとレベルが高いから、なんかこんなやつがコメントみたいな感じに見える。そう、ねー、あ、そう、まったりとかあるよね、まったり投げたことある。ねえ、ちょっとやだよね。私はショールームで生きていきます、イエイ。てな感じかしら、ゆるっとだいぶ女の子向け配信だったんですけれども、はい、女の子ね、たくさん来ていただいて、結構質問いただいてたので答えられたのではないかなと思うんですけど、まあ、基本的にね、バズったコスメツイートからは変わってないので、はい、そのまんまっていう感じです。あのコスメたちプラス今日紹介したものみたいな感じです。はい、今度眉毛アートを絶対に覚えてきますね。はい、あと前髪をやろうか、いつかね。うん、イエーイ、よかった。え、じゃあ男の子は何してほしいの？別に何も、どうする、男の子向け配信って何？ゲームボーイ探してください。ゲームボーイないわ、多分ない、マジで。探したんよ一応ね、ゲームボーイがねないのよね。そう、ポケットモンスターエメラルドね。ラーメンはちょっとまた行こっかなって思ってるところがあります。ラーメンは、あとつけ麺、そう、都内23区内でおすすめのラーメン屋さんがあったらいつでも X の方が嬉しいです、保存できるので教えてください。 Wii 持ってたけど全部さよならしました、もうやらないから。北海道でもいいよ、ちゃっちゃ系以外でもいいの、なんでもいい、なんでもいいです、なんでもいい、なんでもいいから。スイッチ買ってないよ、スイカゲーム公式のスマホ版入れた。最近さ、スイカゲームちょっとなんか、なんて言えばいいの、停滞期、なんて言えばいいの、スイカできない期なんだよね。240円の公式スイカゲームスマホ版全然スイカできないの、悲しい。対戦モード、戦おうじゃないか、私と戦おうじゃないか、頑張ってるんだけどね、全然できないんだよ。
エコノイジョイパズルはこの間やったけど、もうね無理なんで、あのもういいです、いいです、あの本当にゲーム下手だなって思います。でも定期的に開いて、なんか今ランキング何位だよって教えてくれる子とかがいるから、定期的にひとみちゃんのランキングを見に行ったりしています。でもね、あのもうね無理なんで、私ジェム消し本当にできないわ。もうなんか無理、なんかむずくない？めっちゃ真剣にやっこ、よしって思ってやってもさ、ほいーほいーみたいな感じ、ほいーって感じだからみんなマジですごい、本当にマジですごいです。全消しなんて夢のまた夢、すーぐに対戦相手にさ潰されて、ああふれちゃう、あふれちゃう、もうやめてくれにいつもなるもうその時点で、あ、積んだ、もうやりません、もうやりませんって感じの気持ちになっちゃう。だからみんなが強すぎるんですよ、うん、みんなが強すぎる、くならないんですよ。え、知ってるよ、知ってる、スキルも知ってる、右側の光ったら押すんでしょ、知ってる、習った、メンバーから習った、これ今押す、はい、ペチッ、習った。あかんねん、根本的にゲームがマジで向いてない、本当に。え、誰が、花ちゃんとかかな、多分強いかも強いと思います。ゲーミングのあの公開収録、私2部に出ることになりました。公開収録のあのなんだっけ、あのドラゴン、あもう痛い、ウィーとかあのこうやってこうスイッチの体を動かすみたいなやつやりたい無理、それ原神、原神だっけ、そう、それそれそれスマブラ1回だけやったことある。あ、でも私マリオカートは得意なんよ、マリオカート、マリオカートうまいんよ私ね、え、本当に本当にマリオカートだけうまいの、本当にもうねめちゃめちゃやったことあるから、マリオカートだけマジで、もう一時期コロナ禍でさ、もうマリオカートしかこの人類やってませんみたいな時期あったじゃん、覚えてる？私その時多分お休みしてたんだけど、もう一日中マリオカートショートカットとか覚えちゃって、キーって、でそれでここ押しながらキーって曲がるとビューンって速くなるやつちょっと待って日本語下手本当にうまいねん、ほんまにうまいねんドリフト、ドリフトもできるよあと甲羅を後ろにつけながら運転することだってできる、バナナを後ろにつけながら運転することだってできる任せてほしいそうえ、一回私のマリオカート見てほしいな、みんなに、やりたくなってきちゃった。もうでも2年ぐらいの何ブランクっていうのがあるから、ちょっと下手になってるかもしれないけど下手になってるかもしれないけど、まあまあ
もうすぐですね。ユニバル、ユニバル楽しみだ。ユニバル、あったかいと雨だったらもう終わりなのでは。もうなんかイコノイジョイみたいな感じだよね、雨だったら。頑張ろう、早起きか、早起き頑張ろうね。のエコラブ嬉しい、楽しもうね一緒に。芝生のところだからさ、そうだよね、立ってみるんだよみんな。あ、三角座りしてみるのか。え、そんなことある？楽しみ、いっぱい入るかな。あそこ結構広いよね結構広くない、あの芝の部分。あーそっか、でもヒール履いてきたら多分しんどいくない？だって芝でさ、ただでさえ足取られるのにさ、スタンディング難しいよね。オールスタンディングだとしたらさ難しいよね。全校集会かよいいね、いいですね、全校集会ですわ、全校集会ですユニバイ、え、こないだね、そうだ、スタッフさん、ヘアメイクさんがいるんだけど、なんかもう一言一言発する言葉が全部なまってて、でなんかそのユニバーサルスタジオジャパンを発音してみてって言われて、えドキッってなって、え多分いきますね、多分関西の人たちねはユニバでしょ、ユニバ、関西の人たちそうですよね、ユニバでしょ、だから分かってるの。でもユニバなんてそんなすんなり出てこないのよ、こっちの人は。普通ユニバかユニバなの、私たちは。で最近はユニバ、ユニバ、まあどっちも同じくらいの比率で言うんだけど、そのユニバなんて絶対出てこないよ。だから分かります、ユニバですよねって言って、そう正解って言われて、ありがとうございますみたいな感じで、もうなんか圧が強すぎて、もうなんか大阪の人怖いって怖いって思って、もうやばい、これ答えられてなかったら危なかったかもって思って。ユニバね、ユニバ、分かってる分かってる分かってる、ユニバ、ユニバです、当ててよかった、マジでマジで緊張した、あの時ユニバ、ユニバ、ミスド、え、ミスドなの、ミスド、ミスドミスド、あとさ関西の人ってさ先生になるよね、なんか例えばさ高松先生、全部なまってるよね、高松からいなんかもいいねえ、なんか高松先生高松先生、高松先生じゃなくて高松先生やばい、ごめんなさい、本当に笑うところじゃない、本当に笑うところじゃない、一人だけ関西小学校のところにいて、でなんかその担当の先生は何々先生、何々先生、何々先生って言うからこうみんなで頭抱えながら先生、先生中毒みたいな
その人が朝礼の担当の時いつもみんなで頭抱えられてた何々先生東京に慣れてなさすぎてみんなでだからその先生と一緒に合唱するの。その先生がじゃあ例えばイコラブで今言ってくね、先生落とします先生って言うとするじゃん。そしたらその大谷みたいな感じで先生合唱してた6年生ぐらいになって、やばい本当にごめんね。クイズがこの間マジで怖すぎて緊張して、そうだからちょっと今大阪とか関西の方の方言正しく当てられるかクイズみたいなの突然出されるかちょっと毎日怯えてて本当に本当に、あの昨日もマネージャーさんが京都の人なんですね。でだいぶ関西弁も関地方ってか地域によって違うじゃん。だからなんかめっちゃ関西弁出てた時があって、でもえみたいな、なんか全部思ってたのとちゃう本当に。なんか京都の関西弁めっちゃ難しい、京都めっちゃむずいから、もうその人にあの方言のことはもう振らないようにしよう。やばくない？高松先生やばくない？え、名前の時はどうなるの？関西の人って。高松ひとみです、高松ひとみです。え、自己紹介の時もさ、あなたたちはさ、なまるわけ？え、やばい、めっちゃ気になってきた、無理。ねえ、ごめんごめんごめん、マジで気になってきた、やばいかも、ごめん、ほんまに、ほんまにほんまにごめんな。自己紹介、なまらない、高松ひとみです。じゃあなんでさ、先生になるとさ、高松先生になるの？高松先生、高松先生山だ、西だ山田先生、西田先生、山田ひとみです。関西人に怒られてください。西田ひとみです、ずっとそう言ってきてん。関西電気保安協会、関西電気保安協会、関西電気保安協会関西でしょ絶対、関西電気保安協会、関西電気保安協会え、知らない、なになになに、歌、え、知らないんだけど、え、知りません、そんなの、歌知らない、で東京で流れない、知らない。でもあのなかなか東北の方言も強くてキラリと会ってたんだけど、キラリって自分の名前言うとき落合キラリですになるじゃん。だからそれもなまってるでしょ、落合キラリじゃん。だからサナとかよりもそうなんだけど、東北のとか関東その栃木とかも結構あるのよ。そうでも怖くない、全然怖くない。あのこの間そう大阪の人は怖かったか怖かった、めっちゃ緊張する。関西の人がこれ発音してみてっていう時めっちゃ怖いからやめてほしい、頼むでほんま。
やめてーやな、これや、やめてーやめてー、失礼いたしました。本当にあの頼むで、ほんま、ほんま頼むで、さ、北海道の人は語尾に毎回差がつく、知ってるんだよそれ、本当に何々な、いや本当に何々なのさとか、何々ださ、知ってんで、知ってんで友達が北海道の子だから LINE でもね語尾に差がつくのすごくないでも知らなかったんだって、それが方言って。やばいごめんごめん、知っとんでだって、やばい、ちょっともう本当に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 やーめよこの話ユニバね、ユニバ今度ユニバ行くから、よろしくな、うん、ユニバ行くからさ、よろしく頼むで、ほんま、ね、やばくない？ユニバルの話からこんな派生する？ほんまにほんまにって言って、そうやばい、次さそのヘアメイクさんに会うとき緊張するもう本当に聞いたことないぐらい関西弁だったから、いるよねそういう人も。スパイファミリー、さあさあ、何一曲、何曲本当にもう本当にその人の関西弁を聞いてほしいな。多分関西の人からしてもいやこれはコテコテやって思うと思う、本当にこれはコテコテや。乃木坂デビュー日？乃木坂、あ、ほんとだ、2月22日乃木坂さんデビュー日だ。いつもだったらバスラの時期ですね。ねえ、何があるんだろう。え、何歌おう、なんかイコラブ歌おうかなって思ってたんだけど、あ、デビューじゃない、結成だ。あ、結成が違う、結成が8月だよ。違う、デビュー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 、ファーストシングル、え、ぐるぐるカーテン、あ、ごめんごめんごめん、あ、そう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 、ねえ、山下美月ちゃんが卒業しますね。ドライブ入ってる？だって孤独ライオン絶対に歌いません。絶対に歌いません。初恋カムバック入ってないらしい。この間さやちゃんと話した。でもジョイサウンドには入ったらしいですよ。
そうだよね、ジョイちゃんってさ関西だもんね。そうだよね。何にしよう。本当に振りじゃなくて本当に歌いません。本当に歌いません。待って待って発売1周年トリガー。あ、そうなの。トリガーから1年経った。いや、トリガーはちょっと歌えない、ごめん、無理、私には歌えません。はーい。無理なんかい、無理なんかい。あ、オフショルニット、あのみんながたくさん聞いてたから、ポニキュラも歌える。ちょっと待って。あ、歌える。そこら辺全部歌える。いっぱいみんなが聞いてたから。これかな。ちょっと待って、ずっと約束してたけど、ポニキュラじゃなくてオフショルニットにしていい？ずっと約束してたから、やっと歌えるようになった。うん、じゃあ後で振り付け付きでこれやる。
チパ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 チかわいい曲ですね。とてもかわいい曲ですね。よし、スピーディーに行こう。スピーディーに、スピーディーに。でもちょっとこれを連続でやっちゃうと、いろいろあれがあれだから、いろいろあれがあれだからいろいろね、あれがあれになってしまうので、どれ、まあいっか、まあいいや。ねえ待って、これって絶対待って、ときめきレビュー。あとそうだ、私が最近やりたかったことが一つあってちょっと待って私が最近やりたかったことが一つあって、あの夏マトペってめっちゃガヤが多いなって最近思って、めっちゃガヤ多くない？その夏マトペのガヤを全部歌いながら歌ってみようっていう回。どう？マジで多くない？めっちゃ多いよね夏マトペって。本当に超忙しいんだよ。知ってた？みんな知らない？もしかして。もしかして知らない？よし、ガヤというか、なんていうの、合いの手わかんないわかんないわかんない出会いがあるの、今はまだ誰も知らない、私たちどんな旅をするんだろう、さあ何かも大きいピュンと飛ぶ、楽しみだったんだ、だってみんなと一緒だもん、空にはルーツをお披露目してあげよう、そわそわが左舞う南の島で夜更かしして話そう、絶対寝ちゃダメ、はい約束、
知らない通りが目覚めの曲鳴らす奥歌で発して DJ 私美しい今に揺られいつもより派手なワンピース着てせーの出かけ出したら今年の夏夏夏始まるよイエイ私たちだけの音感じさせてよ夏窓辺キラキラでゴーゴーキラキラなゴーゴー太陽甘み方にしてイエイ王子様に見せずにプリンセスだけでオンドロボドキドキは私だけじゃないはずやっと夏だ1,2,3,4,1個ラブタンク時間は過ぎてゆくやだやだまだ帰りたくないふかふか水がパシャリ跳ねる心もどこへ跳ねたシャンパンにほらイチゴを浮かべたらみんな持ったせーのやばいもぐもぐしようキンキンシャーベット大きな声出して全員優勝恋人じゃなくたってこの言葉を伝えていいのかなあまりにも特別でみんなが好き好き好き受け取ってイエイ目に映るときめきを表す言葉夏まってキュートしてここ好き好きなここ痛みが切なかったかイエイ落ちる夕日見つめて流れた水が引っかた変わらずに一緒にいたいなってみんなもきっと知らない景色に初めての感情をきっと一生夢に出るんでしょうムイルムの中収めたエモーショナル抱きしめて忘れふふたくないのやばいふふ忘れた最悪終わらないでこのままわがままな夏が雲ひとつない青に置いてよ広がり3,2,1 私たちだけの音感じさせてよ夏まとめキラキラでここキラキラなここだよ甘み方にしてイエス王子様はいらないプリンセスだけでいいよよだってこの夏だけが真実で輝いてる 1,2,3,4,1 個ラブ Let's go アンドゥノーマン1個ラブ Let's go ウマドゥデスデー1個ラブ Let's go 1,2,3,4 ずっと好きよマジでさ、一回も休憩しなくない？ねえねえ、一回も休憩してなくない？この曲ってやっぱり多いよね。ねえ、あと曲そう1番2番の間もないし、2番から D メロの間もなくて、オチからこの曲ってずっと歌っててずっとやばい、やっぱそうだよね。うん、カラオケでやってみて一人で、マジでずっと歌ってるなって思ったの本当に最近マジでマジで。夏マトペすごくない？だから今日うわでもそう抱きしめてフッフーだ抱きしめてフッフー、あ違うフィルムの中、あ、そうか収めた寝てふふ忘れたくないそうだ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 あーあそうみんな夏マトペってやっぱ息切れソングだからみんなもコール頑張ってほしい本当に。やっぱりみんなのコールがあってこそ夏マトペなんで、結構忙しいんですけど頼みましたよ本当に。いっぱいいっぱいいっぱい声出してください。いっぱいいっぱい声出せる曲なので
え、待って、どこの居合がなかった？完全燃焼。え？もう無理。ラッサビのとこ？うん、やめとく。もう疲れちゃった。うん、もう疲れちゃった。そうだね。じゃあ、あの次リベンジするわ。うん、来月アンコールするね。待ってて。私たちだけの音。イエーイ！ショックで立ち直れない。そこ忘れ。夏マトペ。あっ。え、なんか、え、待って、今何時？ガッチャンが来ました。ガッチャン来ましたよ。はい、で。待って、2時間やってんの、やばい。せっかく来たのにもう帰るの？じゃあ、おねんねちな。タワー読んだら23。終わろう。よーし、じゃあ本日の配信はここまでになります。皆さん、ご視聴を読みますから、ここからはこうトーク的なことはしないので、月一配信でした。ありがとうございました。夏マトペ、え、貸しペ用に絶対に完璧な夏マトペをお届けするから、ねえがっちゃん、だから絶対に待っててほしいです。ありがとう、待っててくれんの？ねえ、ホタテ食べたいんだ、あんた。あ、やべ、やめて。降りて。そう、完璧夏マトペ。だから、ちょっと待っててくださいね。本当に。絶対に頑張るから、私。本当に。絶対また見に来てください、来月。ちょっとモーメンとか X で告知するので、絶対に3月のもう完成版夏マトペを一緒にぜひ見届けてほしいなと思います。お願いします。はい、ということで今日の配信はここまでです。ご視聴ありがとうございました。みんな、また来月ぜひ来てください。お待ちしてます。ありがとうございました。食べたら出るんだね。そっかそっか。よし、じゃあ切り替えちゃいますね。え？ねえねえ、これりんちゃん？え、名前書いてなかったよね。やっぱり？そう？ありがとね。かわいいね。おばちゃん、ありがとう、見てくれて。ただこの後も続きます。え、ちょっと待って。
オッケー、一人一人何々やっていこう、これから。じゃあ一人ジャンキーズはやばい。え、ありがとうね、嬉しい、かわいい、ありがとう。一人まるまる、一人コール、一人コール配信。オッケーオッケー。あ、一人シトロン、あ、いいね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 、一人シトロン、一人ジャンキーズ、一人夏マトペ、あ、いいですね、あ、いいですねいいですね、レパートリーが、あ、いいですねいいですねいいですね、あ、一人ウォンチュー、あー、ちょっとやばそうですね、一人ウォンチューは結構やばいかもしれないですね。よし、頑張っていこう、ファイティン、オッケーオッケー、よし、じゃあありがとう、切り替えますね、アンケートモードに。やばい、こんなに長くやっちゃったよ。今日は22日、 OK、 疲れたね。こっからはちょっとタワー読み配信です。あの、今日は適当にもうなんか好きな数字投げてください。今日はもう、はい、好きな数字を投げてくださいね。え、なんか久しぶりのショールームすぎてさ、長くやっちゃった。ね、疲れた疲れたね、え、疲れたんだけど。疲れてまーす。よーし、じゃあ投げてくれた方はコメントで投げたよの後に一言お願いします。嘘はダメですよ、わかりますからね。疲れたね。疲れたね。あ、疲れたね。まあそういう日もあるよ。あ、来た。ともかちゃん、ありがとう。お、何？こちらこそありがとう。ん？ラーメン？これボリカの美容液ラメライナー。204ベビーピンク、ありがとう。ともかちゃん、またお話しようね。今日もありがとう、もうごめんね、わざわざ立ててくれて。いつでもまた教えるよ、ありがとう。ともかちゃん、リオン、ありがとうね、会えて嬉しかったよ、ありがとうね、私も大好き、今日もありがとうね、いつも来てくれてありがとう、また直接話そうね。なのみちゃん、ありがとう。え、ほんと？ねえ、最高、おそろっちだよ。嬉しい、ありがとうね、私も大好き、なのみ、いつもありがとう、これからもおそろっちしようね、嬉しいね。あ、あー、飛んじゃった飛んじゃった。リュウキングさん、ありがとう。お、一言コメントは？なんか言って、せっかくだから。リュウキング、コメント待ってるよ。お願い。お願いだからコメントして。コメントとともに、言ってください。お願いだから。ねえねえ、私このね、ライブの配信の順位と見合わせてる。嘘をつい、わかる？これからはもう見合わせながら読むから、絶対に。わかった、嘘つきがいる、た いたらと。あ、いた、リューキング、あー、投げたよ、今度オンライン話が当たったので、え、お待ちしております、覚えとく、リューキング。嬉しい、ありがとう、読めたコメント。
カタカナリュウキング。え、ありがとね。嬉しいです。やった。はい、確認が取れました。ねえ、出た。見た、そのポスト。おめでとうになってるんでしょ。なんかいろんなとこから届いちゃって。おめでとう。大事にしてください。一生大切にしてください。嬉しいよ。ありがとうね、まさきくん。次、りょうへいくん。りょうへいくん、ありがとう。あ、ちょっと痛いありがとうね。ありがとうね、嬉しかった。え、楽しみにしてる。何色になるの。嬉しいよ、話し会で見せて。いつもありがとうね、りょうへいくん。嬉しい、楽しみにしてる。待ってる待ってる、ありがとう良平。あ、ちょっと今日からね、時間がかかりますけど、お待ちくださいね。はーい。次が、みさみさちゃん、ありがとう。同じ、え、かわいい、ディオールのシナボン。めっちゃキュウキュウ。オイル012ローズウッド。みさでずっと来てね。ありがとう。おそろっちし、私もじゃあ。次。会えて嬉しかった。私もまた好きになっちゃった。ありがとう。ます、いくちのこと、あのちゃんとこれ、あの覚えてるか。また会えるの楽しみにしてる。ありがとういくち。となんでさ、ほんまにほんまに距離がねえ。かわいい。ありがとう。伝わってくるよ、ななかちゃんが私の。30センチぐらいは前に出てください。私との約束。ありがとう、ななかちゃん。ファイティン。声でかい。ファイティン、ファイティン。続いて。もえかちゃん、ありがとう。ねえねえ、よかったよ。ありがとね、本当におめでとうだったよ。会えて嬉しかった。ありがとう。またお話しようね、もえかちゃん。素敵な2月になったかな。いた。続いて、かほたん、ありがとう。よかった。うん、おめでとう、かほたん。お祝いできて嬉しかった。見たよ、なんかいろいろ会えて嬉しかったね。また絶対会おうね、かほたん。素敵な一年にしてね。猫座待って、コメント流れちゃった。猫好き B、 ありがとう。お、最終日。いつもありがとう、来てくれて。待ってるね、楽しみにしてる。また猫ちゃん連れてきて、よかったら。今日もありがとうね、猫好き B さん、嬉しい。
小春ありがとう。お、小春いた、嬉しい。え、すごい響く。今日誕生日、小春お誕生日おめでとう。ボートちょっと勝っただって受ける。誕生日にボートしてんのやばい。え、小春お誕生日おめでとう。今日なの？え、おめでとうだよ。ハビバセー。誕生日の日にボートやるとはなかなかの強心臓でございますね、あなたは。あ、素敵なお誕生日になったかな。おめでとうだよ、小春。すごいね。当日？嬉しいね。嬉しい嬉しい。あ、あ、ねえねえ、ゆいめろちゃん。そうなの。ねえねえ、そうなの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 。そうだよ。嬉しい。結構前に撮影してたんだけど、そう、その時からずっと言いたくって、そう、ありがとう、来たよ、可愛かった、ありがとう、嬉しい、ゆいめろ、あ、わざわざ投げてくれてありがとうね、嬉しい。ねえ、会えて嬉しくて、またお話しようね、ゆいめろちゃん、可愛いな、ありがとう、嬉しい。ゆうたありがとう、こちらこそありがとう。ね、待ってる、いつも待ってる、もういつも待ってるし、あの、その対面の時もちゃんと読んだ、ありがとうね、また楽しみにしてるよ。ゆうた今日もありがとうね。そしてそしてそしてキーさんありがとう。ちょっと待って、1回ずつ流れるの、ほんまに。ありがとうね、嬉しいよ、よかった。ツアーも一緒に楽しみましょう。嬉しいよ、来てくれてありがとうね、トキーさん。りょうぴんありがとう、会えて嬉しかった。3月とか来週武蔵野、え、やばくない、やばいやばいやばい。楽しみにしてる、りょうぴん2日間ほんと、こちらこそありがとう、またお話しようね、ありがとう、嬉しい。続いてせのんちゃん、ありがとう。あ、得意ちゃった。せのんちゃん。せのんちゃん。いた、ありがとう。よかった。全部楽しみだね。ありがとう。私も大好きだよ。またいっぱい。あれやろうね。せのん。ありがとう。今日も嬉しい。のんちゃん、ありがとう。ちゃんと見えてた。ありがとうね。おめでとう、なんちゃん。マジで嬉しかった。幸せだったね。ありがとうね、なんちゃん。ミニタコありがとう。え？飛行機怖くないよ、大丈夫。飛行機は余裕。楽しい。楽しい気持ちでエンジョイして。会えて嬉しかった。そう、あの、そうそうそう。なんちゃん。ごめん、なんでもない。ミニタコちゃん、またお話ししようね。ありがとう、ミニタコ。今日もありがとうね、嬉しい嬉しい。ひなちゃんありがとうね、嬉しかった、マジですごいね、最近めっちゃ会えて嬉しいんだけど私。楽しみにしてる。ねえねえ、めっちゃ嬉しいよマジで、これからもいっぱい会おうね。ひなちゃん今日もありがとう、嬉しいな、嬉しいな、やばい、あのごめんなさいね、ちょっとお待たせしてます、はい、ちょっとお待たせしてます、これは適当になんか投票しておいてください、はい、なんでも適当に投票してください、なんでもいいです。次、リカちゃんいた、ありがとう。あれ今日誕生日、え、よかった、よかった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 、話そうね、ね、楽しみにしてる、リカちゃんって来てくれるの楽しみにしてるね、今回もありがとう、今日も来てくれてリカちゃんありがとう、ね、楽しもうね、よかった当たって。嬉しい、いた、不器用ポンコツありがとう、あ、不器用ポンコツいた、
ねえ、会えて嬉しかった。めっちゃ嬉しかった。久しぶりだったね。来月また会えるのじゃあ楽しみにしてるね。ありがとう。ポンコツマジで元気でよかったよ。やった、来月も楽しみにしてる。本当に今日もありがとね。いた、なんて読めばいいの、団子でいい、ありがとね。何それ。今日もいっぱいありがとうございました。団子さんいつもありがとう。本当にショールームに現れるあなた。今日コメントしてくれたん、ありがとね。珍しいじゃん、さすがです。いっぱいありがとう、いっぱいこれできた、ありがとう。ありがとう。これできた。次プリ、あ、いいんだよ、うん、いいんだよ、何でも答えるよ。あくまいくんありがとう。待って、もうコメントが、今日めっちゃ時間かかってるね、ごめんね。ありがとう、シンプル大好き、ありがとう。私も大好きだよ。投げたよ、大好き、ありがとう。私も大好き。嬉しい。しおんちゃん、ありがとう。しおん、しおん。ねえ、会えて嬉しかったね。かわいい。すごい、すごいことが起きたの。今度報告する、しおんちゃんに。楽しみにしてて、またあのお話しようね、だから。しおんちゃん、今日もありがとう。好きです。ねえ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 、ほんまにそれはちょっとあの別にいいんですけど、いいんですけど待ってますね、いいんですけど待ってますね。今日もありがとう、たくや。今年もいっぱいしようね、楽しみにしてる、ありがとう。止まりましたけど、再開しました、ごめんなさい。止まりましたけど再開しました、止まりましたけど再開しましたので、再開します。コタンありがとう、ね、嬉しかったよ、ね、覚える、もうてかもう覚えた、コタンの黒髪ちゃんと覚えた、心の中でおいずっとお祝いする、コタンお誕生日おめでとう、コタンお誕生日おめでとうって絶対お祝いするよ。ね、黒髪でこれからも会えるの楽しみにしてるよ。コタン今日もありがとう、嬉しいね。ハルリンありがとう。ねえ幸せだったね、話そうね。楽しみにしてる、あと今年も絶対に会いに行くというか飛んでいきます、待っててね、絶対絶対絶対行くから。また今年もいっぱい会って話そうね。ハルリンありがとう、今日も嬉しい。いい、全然いいんだよ、全然いいんだよ。いっちゃんありがとう、嬉しい、かわいい、楽しみにしてる。あのもう本当に最近いっちゃんが送ってくれたやつ全部見すぎて、もうなんかおちょっとそのいっちゃんが踊ったやつはあの分かるの、あこれが流行ってるんだみたいな。全部見てるよ、 ALT も読んで、ありがとねいっちゃん、今日も楽しみにしてる、ありがとう。アイコピンありがとう。嬉しい、楽しかったね。ねえすごいね、マジであれめっちゃ面白かった。